こんにちは。今日は4月22日、宮城県の道の駅、三本木にいます。さらに北上した桜前線のニュースを聞いて、またまた、ここまでやってきました。さてさて、どんな桜と出会えるのか、旅の始まりです。昨日のここまでの道のりを、ちょっと見てみると、東名高速から、圏央道を通って、東北道へ。途中のサービスエリアで休憩。最近は、ドッグランのあるサービスエリアも増えて、ワンちゃんにも優しい。そして、こんなお店が、必ずあります。やっぱり、買ってしまいます。旅の醍醐味、だそうです。ですよねー。ということでやってきた、道の駅三本木のレストランで、朝ごはんです。卵かけご飯のセットと、エビ天そばを、いただきました。もちろん、二人で、です。さてここで、道の駅の桜を、ご覧いただきましょう。三本木から北上し、超有名観光地、厳美渓にやってきました。連休前なので、駐車場もすんなり OK。ここで、もう一つ有名なのが、この格好団子。そうです。空飛ぶ団子。それでは行ってみましょう。まずは、みたらしをいただきます。すっちゃん、ダメなんて、どうしてそういうこと聞かないの？
ます。うん。柔らかい。はい。はい。次はこしあん。そしてごまも美味しくいただきました。それでは厳美系の湧水と桜を見てみましょう。道の駅、厳美系にやってきました。綺麗な道の駅で、駐車場も広く、隣には博物館があります。ここにも桜がたくさん咲いていました。今日のお風呂は、ここ、
塔は温泉です。実は、厳美渓から、北上展勝地に向かったのですが、あまりの大渋滞に、断念してしまいました。残念。晩ご飯は、丸松花松店。昨日、仙台の丸松で晩ご飯と思ったら、順番間違わんさか。今日はリベンジです。そして今日は、早めにまったりタイムです。冷酒で乾杯。少しだけ、おつまみ買ってあります。